んにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグ第34節延期分、マンチェスターユナイテッド対ニューカッスルユナイテッドの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容をお話しするラジオとなっておりますので、まだ試合をご覧になられていない方は、試合をご覧になられた後に、もう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では、早速本題の方に入っていきたいんですが、先にですね、ちょっと皆さんにお伝えしておかなければならないことがございます。私の X の方で、つぶやきの方でですね、皆さんにも、お知らせはさせていただいたんですけれども、こちらの試合ですね、当日生配信する予定でした。試合開始30分ぐらい前からですね、準備の方に取り掛かっていたんですけれども、私が普段使っているカメラとですね、まあ、パソコンの接触が悪いのか、まあ、パソコン自体に問題があるのか、カメラ自体に問題があるのか、まだ現状まだ定かではないんですけれども、映像がですね反映されていなくって、皆さんに言葉も、まあ、届かないような状況でありました。なので生配信をすることが急遽、まあ、できなくなってしまいまして、私も当日めちゃくちゃ焦りまして、さまざまいろんなもの触ってですね、まあ、なんとか治らないかなというところをチャレンジしたんですけれども、残念ながら治らず、今ラジオ収録している現時点でもちょっと治っていない状況です。なんとか、まあ、来週というか今週かなに、行われる、プレミアリーグと、まあ、バイエルンの、ブンデスリーガのリーグ戦、そこに向けてなんとか、カメラを直したり、まあ、パソコンを直したりすることができればいいのかなと思ってるんですけれども、ちょっと本当にどうなっていくのかちょっとわからない状況で、まあ、一つ一つ、故障してないものを、潰していく、まあ、これは潰れてないなとか、これは故障してないなっていうところを、今絞っている作業の真っ最中で、まだ確定事項っていうところはなかなか言える段階ではないです。ただし、まあ、本当に全力でなんとか、戻して当日生配信で皆さんと最後のね、本当に最後の最後の今年の最後の試合ですから、皆さんと見たいっていう気持ちがあるんで、なんとか、まあ、自分の気力だけで治るものかは定かではないですけれども、全力でちょっと取り組んでなんとか間に合わせてみたいなと思います。もちろんね、まあ、こういうことを言ってて、まあ、間に合わないっていうこともねあるかなと思うんですけれども、まあ、そうなってしまった場合は、今回と同じように、まあ総括、ラジオといった形でお届けする形にはなるかなと思うんですけれども、そのあたりはご了承ください。そして、こちらの試合当日、生配信行うと、まあ、事前に予告しておりましたので、お待ちしていただいていた、まあ、視聴者の皆さん本当にありがとうございます。こんなに急遽ね、まあ、こういうことになって自分もちょっと焦ってしまうような展開だったんですけれども、せっかく朝起きてね、一緒に見ようっていう気持ちを持って、お越しいただいていたはずなので、また皆さんと一緒にサッカーの試合をですね楽しく見れるようになんとか取り戻していきたいなと思いますんで、またねぜひお越しいただければなと思います。では、そういったところを踏まえまして、今回の試合のですね内容の方に触れていきたいなと思います。まずは、両チームのスタメンをご紹介していきます。まずはホーム、マンチェスターユナイテッドからです。指揮官はエリック・テンハグ、形は 4-2-3-1 ではなく 4-4-2 がベースになっておりました。ゴールキーパーオナナ、フォーバック右からワンビサカ、カゼミロ、エヴァンス、ダロト、2列目右からアマド・ディアロ、メイヌー、アムラバト、そしてガルナチョ、2トップにブルーノ・フェルナンデスとスコット・マクトミネーという形になっております。対するニューカッスルユナイテッドはエディ・ハウ監督のもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパードゥブラフカ、フォーバック右からトリッピア、クラフト、ダンバーン、ルイス・ホール、スリーセンターロングスタッフ、ブルーノ・ギマラインス、アンデルソン、右にジェイコブ・マーフィー、左にゴードン、ワントップ、イサクとなっております。両チーム、怪我人がたくさんいる中で迎えた試合だったので、まあ、メンバー変更もたくさんある中で行われた試合だったんですけれども、試合の結果といたしましては3-2という形でホームのマンチェスターユナイテッドが勝利を収めました。
マンチェスターユナイテッドはですね、まあ、残り1試合、まあ、ニューカッスルもそうですけれども、まあ、残されている試合がアウェーゲームですので、最後のホームゲームというところで、まあ、是が非でも、勝ち取りたかった、まあ、対戦相手がニューカッスルというね、まあ、強豪ですけれども、なんとか勝ち切りたかったゲームだったので、まあ、3対2という形、まあ、失点は今回の試合でも、まあ、2失点してしまいましたけれども、まあ、今シーズン得点不足と言われている中で、なんとか3得点もぎ取りまして、ニューカッスルを下せたこと、そして、まあ、ホーム最終戦を勝てたこと、非常に喜ばしいところなのかなと思います。で、対するニューカッスルユナイテッドはですね、まあ、残りの試合2試合ユナイテッドともに、アウェーゲームしか残されておりません。最終節ブレントフォードですね、こちらもアウェーでの、まあ、ゲームとなっておりますので、すでにホームゲームラストゲームは終わってるんですけれども、マンチェスターユナイテッドを下す、そして最終節のブレントフォードも下すということを、まあ、成し遂げることができればですね、来シーズンのヨーロッパリーグの出場権を、より明確に、まあ、確保することができたゲームだったんですけれども、まあ、残念ながら今回ユナイテッドに敗れてしまったということで、まだ諦める状況ではないんですけれども、まあ、少し難しくなったかなと。まあ、チェルシーがすでに、3ポイント、ニューカッスルよりも高い順位にいますし、ニューカッスルが残りの試合勝ったとしてもチェルシーがね、引き分け以上になってしまうとヨーロッパリーグの出場権逃してしまう、まあ、ECL のね出場権を確保することはできるんですけれども、なかなか難しい状況になってしまうというところなので、悔しい状況なのかなっていうところもあるんですけれども、エディハウ体制になって、まあ、今年で2年と少しになるのかな、まあ、この短い期間の中でしっかりとチーム作り上げてきてますし、まあ、怪我人もたくさん出ている中で、まあ、これだけ安定したチームを作り上げられているっていうところはですね、すごく褒めたたえられるべきところだと思いますので、まあ、来シーズンユナイテッドも怪我人戻ってくる状況で、まあ、メンバー変更も大きく行った状況で来シーズン迎えるでしょうし、ニューカッスルもですね、まあ、今シーズン本当だったら、出場してほしかったトナーリだったり、まあ、他の怪我人メンバーもたくさん帰ってくることになると、まあ、より一層ね、レベルの高いサッカーをして、相手を苦しめるサッカーっていうのも十分展開できると思うので、まあ、今回ね、勝利者と敗者という形で最終的には出ましたけれども、来シーズン共に成長してね、大きなビッグイヤーの獲得を、まあ、目指せるようなチームに、互いになっていければなと思います。はい、では、まあ、そういったところでね、試合の内容の方に、話を移していきたいんですけれども、まずはホームのマンチェスターユナイテッドからお話をしていきます。まずマンチェスターユナイテッドなんですけれども、今シーズン、まあ、初めてと言ってもいいかな、まあ、陣形がシステム上途中で変わるっていうことはあったんですけれども、まあ、スタートから 4-4-2 の形、まあ、4-2-2-2 とも言われたりするんですけど、まあ、この形で、スタートしてきたのは多分今シーズン初だと思うんですよ、僕の記憶では。正しくなかったら申し訳ないんですけど、で、前線にホイルンドを使わなかったりとか、あとはリサンドロ・マルティですね、まあ、復帰明けっていうところでちょっとね使えなかったりっていうところもあるんですけど、ラッシュフォードもまあ休ませたりとかで、まあ、ちょっとこうマクトミネとブルーノっていうね、まあ、ちょっとこう異質な、まあ、ツートップを組ませて、まあ、現場に送り込みまして、まあ、どういったサッカーするのかなっていうところで、やっぱり普段と大きく違ったのは、まあ、無理なビルドアップっていうところを特に前半は捨ててくれてましたね。私が普段、まあ、生配信でもそうだし、まあ、こういったラジオでもねお話はさせていただいてるんですけれども、まあ、配置もそうだし、まあ、角度も人も、ちゃんと立てていない中で無理にねボールをつないで、ビルドアップしてそこで捕まってショートカウンターを食らう、まあ、後半そこで捕まったりはしてるんだけれども、そういったところをねしっかりと捨てて、まあ、前線の、マクトミネーだったりとか、まあ、ブルーノがダウンしてくるものに対して背後を取っていく、まあ、中盤のもう一枚の選手だったりとか、ワイドから入ってくるアマドだったり、まあ、ガルナチョだったりとかの背後っていうところをうまく使いながらですね、まあ、失う場所っていうのをできるだけ高い位置、っていうところを徹底しながらですね、そこでボールをキープできればそこからの起点、特に、まあ、マクトミネーをターゲットにはしてたんだけれども、マクトミネーターゲットにして、で、近い距離に必ずブルーノだったりとか、あとは両ワイドもですね結構絞り気味でポジション取ってるんで、近い距離感で連携できるようにして、で、そこから素早く仕留め切ったりとか、まあ、遅行になるようであれば幅を取ってくるサイドバックをうまく使いながら、シンプルにボールを送り込んだり、ペナルティボックス付近での、まあ、連携っていうところで、まあ、崩そうとしてくれておりました。
なので、まあ、今シーズンの、まあ、ゲーム、まあ、今のところ37試合を行ってますけれども、トップクラスに、まあ、内容的には良かったんじゃないかなと思います。現状のマンチェスターユナイテッドが使えるタレントだと、まあ、できることできないことっていうところがやはりあるので、その中で一番ベストに近いやり方を徹底してくれておりましたし、その中で、まあ、サイド、うまく起点にした攻撃も行っておりましたし、うまくね、内外の走り分けっていうところも、まあ、互いの個性と、コミュニケーションをうまく生かしながらですね、アクションも行ってくれておりましたので、普段以上にやはり内容が安定していたのではないかなと。そして、まあ、アムラバトがですね、まあ、今日の試合でも使われていたんですけれども、まあ、結構気の利くね、ポジションをしっかりと取ってくれまして、まあ、3バックの一角に降りてきてですね、両センターバックうまく広がせて、角度作りながら中に立つタレントもちゃんと降りてきてね、ビルドアップ安定させてましたし、で1列ダウンしないような状況、普通にボランチだったりアンカーとしての振る舞いの時もしっかりとポイントに立って、間を作ってですねボール受けて、まあ、そこから判定して失うとかそういったところはたまにあったんですけれども、それ以外のプレーに関しては全く問題なくそつなくプレーもしてくれておりましたので、まあ、普段使われていないメンバーたちが、しっかりとそこで活躍もしてくれておりますし、まあ、カズミロもねここ最近センターバックで出てますけれども得意じゃない場所でしっかりとプレーもしてくれておりましたんで、一人一人のまあ得意じゃないところで起用されていたりとか、使われてなかった選手が急遽使われたりとか予定通りのね、まあ、起用っていうところではないんですけれども、まあ、その中で一番ね安定した戦い方っていうものを選ぶことができていたので、まあ、今日は、エリック・テンハグの、最初の準備どころの采配っていうところはすごく良かったのではないかなと。ただし、個人的にまあ気になったのが、マクトミネにねボールを当てるっていうこと自体は別に悪いとは思わないんです。でやっぱりカゼミロがボールを受けるとやっぱり一人一人が相当背後を狙ってくるし、まあ、皆さんもぜひね、もう一度見ることができれば見てほしいんですけど、だいたいカゼミロに入るとだいたいブルーノだったり、まあ、ワイドの選手もそうだけれどもどんどん背後に走っていきます。多分これは約束事として、まあ、決まっているところだと思うんだけれども、マクトミネに対してシンプルにボールを当てるっていうことは悪くはないんですけれども、やっぱり中央でねポストプレーをする、特に浮き球のボールっていうことになってくるとなかなかやっぱり本職じゃないし、まあ、収めることもやっぱり難しい。で相手が視野の中で対応してしまうので、まあ、センターバックに入ってるダンバーンだったりクラフトだったり、まあ、彼らもやっぱり強いですから、まあ、簡単に収めさせないように、まあ、強度高く当ててくるしコントロールも当然乱そうとしてくると、この状況でのタスクっていうのはもう世界トップクラスのセンターフォワードでもなかなかね、まあ、行えるようなタスクではないので、まあ、うまくサイドを起点に、特にまあフィードを飛ばすにおいても、しっかりとサイド、そこを当てる意識でやっていった方がもう少し、リスクを抑えた戦い方っていうことはできたんじゃないかなと。やはり中央でねボール奪われて前向きでカウンター食らってしまうと角度もね、スペースも左右にたくさんある選択肢がたくさんある状況の中で、カウンター仕留められる形になってしまうんで、まあ、それであればサイドに当てて、まあ、そこでボールがもし出てしまったとしても、時間が一度ね切れた段階でまたリスタートっていう形になるし、そこでうまく回収されたとしてもサイドからのリスタートになってくるんで、再スタートということになってくるんでうまくねボールを圧縮できますし、相手の選択肢としても、まあ、少ない状況からの攻撃っていうことになるんで遅攻にも練りやすいっていうところもあるんでね、まあ、前線にホイルンドが入っていればよりねそこは狙えたのかもしれないんだけれども、まあ、ホイルンドでもそこはねなかなか難しいところだと思うので、まあ、そこはもう少しね、限定的にしてもいいのかなと、もう少し制限かけて、まあ、使う場所を決めていってもいいのかなっていうところは感じました。そして、まあ、守備に関してはですね、まあ、しっかりと縦スライドで、まあ、人を捕まえながらですね、プレスをかけたり、まあ、ミドルで 4-4-2 気味でですね、まあ、ブロックを組みまして、しっかりと中を切ってですね2トップで、まあ、2ボランチブルーノ・ギマランスと、ロングスタッフかな、まあ、彼らをうまく切りながらね、センターバックに対してプレスをかけたりとかサイドバックで、サイドバックの選手見たりとか、うまく誰が誰を見るのかっていうところもしっかりと整理された中で対応しておりましたので、まあ、簡単にやられるっていうこともねそこまでなかったと思うので良、かったと思います。まあ、ブルーノもねちょっと今日は周りの連動っていうところをうまく意識しながらプレスをかけるかけないっていうところもね、決めておりましたし、しっかりとサイドに入った時はね、2トップが縦関係になって1枚が近いサイドのセンターバック捕まえて1枚が近いサイドの、まあ、アンカーの選手ボランチの選手捕まえてっていうところで、まあ、圧縮もしっかりとかけられてたんで同サイド
まあ、若干ねガルナチョがちょっとこう遅れたりする瞬間はあったりはするんだけれども、まあ、ガルナチョに限らずマクトミネとかもねそこ強度低いなっていう時はたまにあったりはするんですけれども、まあ、このあたりはねテンハグがまたしっかりと修正していってくれれば、もう少し強度高く、まあ、相手をサイドに追いやった瞬間に、まあ、奪い切る守備っていうのもね提供できるようになっていくと思うので、現状 100%OK だっていう状況ではないんですけれども、今シーズンのね、まあ、守備の段階だと、まあ、プレス連動できてなかったりとか、まあ、全体的に間延びしたりとかねするゲームが結構たくさんあったんで、その中でも特にね良かった方のゲームだったと思うので、まあ、最後の最後に、まあ、こういったゲームでしっかりと締めることができた、特にまあ入荷するっていうね、まあ、強い相手に、まあ、こういった戦いをできたっていうところは、すごくプラス材料に捉えてもいいのかなと、来シーズンエリック・テンハグ体制で継続していくことがほぼ濃厚ですけれども、まあ、しっかりと怪我人が戻ってきた状況の中で、まあ、テンハグがより、まあ、どう整理していくのか注目どころの多い来シーズンになると思いますし、まあ、これだけの戦いができるっていうところもですねエリック・テンハグ見せてくれたと思うので、次の試合、ブライトン戦もそうだし、FA カップの決勝マンチェスターシティ戦に関しても、まあ、同じように、ボールを持つサッカーではなくってしっかりと裏と背後で縦っていうところをある程度意識したサッカーでしっかりと中央切るサッカーをやっていればマンチェスターシティもね簡単に崩すことはできないと思うんで、同じような戦いをやってくれたらなと思います。では対する入荷するユナイテッドの方に話を移していきたいなと思います。入荷するはですね、まあ、エディハウ体制になって、まあ、ボールを持つことももちろん目指しますし、ボールを持たないサッカーも、まあ、できるチームだっていうところは、まあ、皆さんもご存知のところだと思うんですけれども、まあ、今日のゲームに関しても、まあ、若干ユナイテッドがね普段よりもこう持つっていうことを捨てたことをやってきたので、ちょっと入荷するとしてもですねちょっと出鼻をくじかれたというか、ちょっといつものユナイテッドのやり方と違うなっていうところでね、ちょっとテンパるっていうこともあったのかもしれないんですけれども、やっぱり一瞬の隙を見逃さない、クオリティだったりそして個々の技術スキルっていうところはやっぱりマンチェスターユナイテッドに負けず劣らず、まあ、プレミアリーグでも屈指だなっていうところを、まあ、しっかりと見せつけてくれておりました。まあ、攻撃時、まあ、ビルドアップのところでは、まあ、再現性高く常に3枚を作るっていうわけではないんですけれども、まあ、状況に合わせて右肩上がりし左肩上がりっていうところを、まあ、うまく作っていきながらですね、まあ、ビルドアップの形を安定させて、サイドを起点にうまく攻撃を仕掛けていく。で、中央はある程度切られてたんで、なかなかくさびを刺すっていうことはなかなかできなかったんですけれども、しっかりと、まあ、内から外っていう流れでしっかりとサイドを起点に高い位置で起点作ってそこからの仕留めっていうのをちゃんと狙っていましたし、でサイドバックに入ってるルイス・ホールだったりとかトリピアだったりとか、特にまあニューカッスルはワイドが常に張ってるわけではないので若干こう内側に絞っててね、そこからトリピアだったり、ルイス・ホールに対してボールが入ったタイミングで内側から外に流れてねボール引き出していくような形で、まあ、起点作っていこうとするんで、それが常にね、うまくいっていたかって言われると、まあ、ユナイテッドもその辺はタイトに当ててきてたんでね、なかなかフィニッシュまで持っていくっていうことはできなくって、難しいなっていうところはたくさんあったんだけれども、ただし、まあ、ここでやっぱりニューカッスルのストロングが出てて、やっぱりそこを常に意識してるし、それをチームとして狙いとして持ってるんで、まあ、一人一人がサボらないですし、まあ、ランニングの人もやっぱり丁寧で、まあ、正確だと。で、オフサイドも今日のゲームほとんど引っかかってないんですよね。まあ、これは間違いなくチームとして共有されてるし、まあ、その中でどういう動きをしていければっていうところもちゃんとねチームとして、デザインされているところだと思うので、そこでうまく合わない、まあ、相手の質にちょっとこう苦しめられたっていうところだと思うんだけれども、やっぱり失う場所っていうところもできるだけやっぱ低い位置ではなくって、まあ、高い位置でしっかりと失う、もちろん失わないっていうところが一番いいんだけれども、やっぱり低い位置でねいくらボールをつないだとしてもボールが前進しなければ意味がないし、最終的にはゴールが奪えなければ意味がないわけなので、ちゃんと危険なエリアにボールを放り込んでいく、サイドのスペースちゃんと生み出していて、そこに対してボールを送り込んでいって起点作っていくっていうところもしっかりと見せつけることができていたので、マンチェスターユナイテッドからしてもですねある程度やってくることっていうのはね準備していたと思うんですけれども、やっぱりそこでの質っていうところも高いですし、少ないチャンスをものにしていくっていうクオリティも高いなというところはすごくね、感じさせてくれたんじゃないかなと思います。あとはやっぱりセットプレーですね。ここはやっぱ強いですね。まあジョエリントンもいて、まあ後半からね出てきましたけど、まあダンバーンがいてイーサクがいてっていうところで、やっぱりこう
単純だね、こうクロスボールっていうところで、今ユナイテッドの選手そこまで身長高い選手今日は出てなかったっていうのもあるんだけれども、それにしてもやっぱりあれだけのストロングっていうのをしっかりとシンプルに使ってこれて、それをしっかりと合わせる技術、強さですよね。まあ最終的に得点にはつながらなかったんだけれども、まあ本当にゴールになってもおかしくないようなね、まあ、ヘディングっていうところも、まあ、ありましたし、カゼミロのスーパークリアがなければですね、得点になっていたシーンもね、前半にあったりもしましたので、まあ本当に、シンプルで、こと細かくね、ポジション変えたりとか、角度作ったりして、選択肢増やしてボール運んでいくっていうことを常にやっていくっていうチームではないんですけれども、まあ一人一人の個性と、まあ特徴っていうのをうまく理解した中で、その個性を生かしていく。それこそセンターフォワードに入ってるイサクなんかね、まあ中央だけではなくてサイドのスペースに流れて、そこから仕掛けていくっていうのも得意なタイプなわけなので、まあどんどん、サイドハーフが絞ったところに対して流れてボール引き出したりすることもやっぱしますし、それがやっぱり彼の特徴であり武器であるっていうところもちゃんと認識した中でそのサッカー選んでるっていうところもあると思うので、クオリティとしてやはり高いなと。まあ、強いチームだなっていうところをしっかりと見せつけてくれたゲームだったのではないかなと。そして、まあ、守備の部分においてはイサクと、ゴードンですね、この2人が2トップ気味になって、まあ、4-4-2 気味で、ミドルブロックからのプレス、まあ、外切りも縦切りもするんですけれども、まあ、こういった形でユナイテッドのビルドアップを制限かけていくっていう形で、徹底しておりました。ただし、まあ、この徹底している守備の、まあ、穴っていうところを、まあ、ユナイテッドにうまく突かれたかなっていうゲームで、それがですね、まあ、ブルーノ・ギマラインスだったり、まあ、ロングスタッフだったりとか、特にギマラインスなんですけれども、まあ、アンカー気味に置いてくるアムラバドだったりとかメイヌに対して、まあ、そのまま素直に縦スライドで捕まえに行くんですね。でこのまま縦スライドでバッて捕まえに行っちゃうと、まあ、センターバックと、まあ、2列目の選手との間に、まあ、広大なスペースができてしまうと。でそのスペースをやっぱりブルーノがうまく使ってくるし、でブルーノがダウンしてそこに対して、センターバックの選手が引きつけられてしまうと、先ほどユナイテッドの攻撃で話しましたけれども、そこに対して中央の選手が飛び出してきたりとか、ワイドのガルナチョだったりとか、まあ、アマドだったりとかがね、若干絞り気味のところからそのブルーノが開けたスペースに対して走り込んでいくっていうところで、まあ、うまく背後を使われてっていうところもあったりしたので、まあ、縦スライドでどんどんね、前がかりで捕まえていく守備の、まあ、欠点っていうところではあるんだけれども、そこで強度高くやっぱり潰せないとね、難しいですし、単純にやっぱり人のズレっていうところをうまく使ってくるチームだったらやっぱりより苦しくなる、はめ方なんで、まあ、だからこそね、まあ、同サイド圧縮とかの方がしっかりと中央にね人を置いた中で、遠いサイドを捨てるサッカーっていうのできるんで、まあ、そちらの方がね、まあ、僕好みっていうのもあるんですけれども、その徹底しているところから、まあ、ほつれる、まあ、場所っていうところをうまく使われてやられたっていうところもあるんで、まあ、ここをねエディハウがどう考えてるのかっていうところは、まあ、今後のゲームを含めて、まあ、出てくるところだと思うので、まあ、注目ポイントとして、これから追っていってもいいのかなと。あとはですね、まあ、ユナイテッドが前線に放り込んでくるボール、まあ、マクトミネとかに対してはね、まあ、1度か2度ぐらいうまく収められたシーンもあったんだけれども、それ以外うまく処理してましたと。ただしサイドに入ってくるボール、特にまあガルナチョだったりとか、あとはアマードですね。まあ彼らに、まあオナナのキックの質が良すぎてね、ちょっとなかなか寄せきれないっていうのもあるんですけれども、そこで簡単に収めさせて前向かせてしまうとっていうところで、まあそういう状況を作られてしまっていたので、まあここはね、まあルイス・ホール、あとはトリピア、特にまあルイス・ホールが結構持たれてたかなってイメージがあるんだけれども、そこの強度っていうところと、まあ飛んでくるタイミングで、やっぱり空中にボールが浮いてるわけですから、その分時間がかかるし、まあ視野の中でプレイできるわけなんで、そこをうまく捕まえきれていたら、もしかしたら高い位置で起点を作るっていうユナイテッドの、まあ、サッカーもよりね、限定できて、ニューカッスルのゲームっていうのを、まあ、展開していける、展開になったかもしれないなっていうところは、まあ、求めすぎるとあるかなっていうのは思いますね。はい。まあ、とはいえど、まあ、ニューカッスルもそうだし、マンチェスターユナイテッドもそうですけれども、まあ、怪我人がね、まあ、これだけたくさんいる中で使えるタレントもある程度限定されている中で、まあ、しっかりとやるべきことはやった。マンチェスターユナイテッドはちょっとやり方イレギュラーでしたけれども、ニューカッスルはニューカッスルで普段のやり方と同じように、自分たちが信じてきたサッカーをちゃんとね最後の最後まで、やり抜いた中で、まあ、こういった結果になってしまって、まあ、悔しいところはあるんだけれども、ちゃんとそこを全うするねチームとしての一体感っていうところはちゃんと見せつけてくれた、ゲームだったと思うので、
まあ、勝敗に限らず、まあ、素晴らしいゲームだったのではないかなと思います。はい。ということで、内容に関しては以上になります。最後にですね、両チームの、まあ、MVP をですね、ちょっと発表したいなと思います。まずは、ホームのマンチェスターユナイテッドの MVP なんですけれども、私はですね、カゼミロを選びたいなと思います。ここ最近やっぱりね、批判の的になることもある選手ですけれども、やっぱり苦手な場所、本職ではない場所で、起用され始めて、その中で自分の個性も出しにくい。そういった中でも、ちゃんとね、自分のできる仕事っていうのを徹底しておりましたし、まあ最初にも言いましたけれども、カゼミロに入ったらしっかりと背後を狙うっていうところもちゃんと共有された中で、硬質なボールもしっかりと蹴り込んでいた。で、なおかつ、まあ、本当に得点につながってもないところで、ね、最高のクリアを提供してくれたりとか、簡単に失いそうになってショートカウンター食らいそうになった瞬間もしっかりとカゼミロの強さっていうところを見せて、しっかりとボールをね、処理してくれた。こういったところの、まあ、貢献っていうところは間違いなくカゼミロがいたからこその、ところだと思うので、ここ最近ねちょっと批判にさらされていてちょっとかわいそうだなと、まあ、僕は常に言ってるんですけれども、そのね批判っていうものをしっかりと払拭してくれるような、ゲームだったと思うので彼に、まあ、今回の MVP は与えたいなと、そして、入荷するユナイテッドに関してですけれども、まあなかなかね、前線にボールが入らなかったので、まあイサクだったり、マーフィーだったりね、まあゴードンもそうですけれども、なかなか仕事をすることがね、なかったかなっていうところはあったんですけれども、やっぱり前線の選手たちの、まあ貢献度、特にまあ、スイッチの入れるタイミングとか、そのネガトラの意識とかね、全体的にすごく高かったと思うんです。特に後半は。で、その中でもやっぱり、素晴らしいパフォーマンスをしていたのはゴードンかなと。まあ、ブルーノ・ギマランイスもね、まあ、彼らしいところが出ててすごく良かったかなっていうところはたくさんあったんだけれども、特にゴードン、まあ、ゴールを奪ったっていうところ以外の貢献度もすごく高かったと思うし、推進力含めてね、さすがのクオリティ持ってるなって、しっかりとね、同点弾を奪う、まあ、ゴールを奪うっていうところもしっかりと、見せつけてくれている。まあ、今シーズン通してゴードン素晴らしいんですけれども、今日のゲームもね、非常に素晴らしかったので、私の MVP は入荷する彼にしたいなと。はい。ということで、今回の、マンチェスターユナイテッド対ニューカッスルユナイテッドの総括プレビューは以上となります。最後にですね、ちょっと、まあ、追加でのお話をして今回のラジオ終了したいなと思うんですけれども、マンチェスターユナイテッド今回ですね、この試合がホームラストゲームだったっていうところで、まあ、エリク・テンハグのね、まあ、試合後のコメントっていうところも注目を集めましたけれども、マンチェスターユナイテッドを対談するまあ、2名ですね、ラファエル・バランと、マルシャル、この2人がですね、サポーターに向けて、最大限のね、まあ、感謝を、まあ、込めて最後の最後まで手を振ってね、感謝を述べていたシーンがありましたけれども、まあ、彼らについてね、ちょっと最後に触れたいなと、まずはバランですけれども、まあ、加入して何年目だ ?3年目?4年目になるのかな、多分3年目かそれぐらいになるかなと思うんですけれども、まあ、本当に短い期間でユナイテッドに貢献してくれた、まあ、選手なんですけれども、まあ、なかなか怪我もあってね、フルでシーズン戦い抜けたっていうところはなかったんですけれども、まあ、レアル・マドリードっていうクラブを退団して、まあ、全てを勝ち取った後にどこに行くんだっていうところで、まあ、ユナイテッドを選んでくれた、まあ、なかなかね、何度も言いますけれども怪我でっていうところでね、常に見れた選手ではなかったんだけれども、やっぱり苦しんでいることは間違いなかったし、その中でね、他のクラブからのオファーもあったはずなのにユナイテッドを選んでくれた。まあ彼にはね、本当にできればもうちょっと多くのタイトルをね、与えてあげた中で、まあ、対談してもらえたらなっていうところだったんですけれども、そこはまあ叶えることができなかったので、まあ次のクラブ、まあサウジになるのか、ヨーロッパにまだ残るのか、まあもしくは MLS に行くのか、ちょっとまだわからないですけれども、まあ今後のキャリア、本当にね、素晴らしいキャリアを描いてくれたらなと思います。はい。そしてマルシャル。マルシャルは、ファンハール体制だったかな?モナコから60億円近い金額で、確か獲得したんですけれども、まあ契約もね、まあ、残り短いっていうところもあるし、まあユナイテッドの給与バランスとかね、まあ財政状況を考えると、やっぱり試合に出れない選手。
とか怪我の多い選手、まあ、バランも含めてそうですけれども、やっぱりできるだけねそこは切っていかなければならないっていうところがユナイテッドの改革には必要なところだったので、まあ、お別れすることになったと。まあ、僕は結構ねマルシャルに対して結構厳しい言葉を伝えていた人物なので、なかなかね今更綺麗事っていうところはなかなか言いづらいっていうところもあるんですけれども、彼もね若くして才能を高く評価されて、まあ他のクラブからのオファーがあった中でもユナイテッドを選んでくれたし、で毎年こう安定した成績を出してくれていたかって言われたらそうではないんだけれども、まあ2桁ゴール以上しっかりと記録して、エースとしての役割をねしっかりとこなしてくれた年もありましたので、まあその貢献っていうところに関しては、まあ、最大限の感謝っていうものを伝えてですね、次のクラブでも、頑張っていてほしいなっていう声援を送りたいなと、次のクラブで、まあ、素晴らしいキャリアを描いてくれたらなと思います。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。